こんにちは、気分屋ケチャップです。今回は長野県上田市にある洋食屋さん、キッチンエントさんに行ってきました。上田市大手2丁目に位置してます。上田駅から徒歩約11分。こちらのお店は去年12月にリニューアルオープンしたばかりとのこと。上田市役所のすぐ目の前にあるよ。それでは参りましょう。店内はこんな感じ。メニューはこんな感じ。ライスとスープはおかわり無料だよ。私はトリプルプレート、相方はコンビプレートを頼みました。トリプルプレートはハンバーグの他におかずが2種類選べるというものでした。選べるトッピングはエビフライ、チキン南蛮、チキンカツ、クリームコロッケ、カキフライ、ハンバーグです。コンビプレートはハンバーグの他にもう一つって感じ。クリームコロッケはホワイトソースから手作りみたい。楽しみ。ライスとスープ取るとこ。お漬物もあったよ。しかも3種類も、嬉しい。スープ取ってきた。めちゃめちゃ具沢山で最高。美味しい。漬物も取ってきた。3種類取ってきちゃった。来ました、トリプルプレート。ハンバーグの他にチキン南蛮とカキフライにしました。来ました、コンビプレート。こっちはクリームコロッケにしてみました。これが自家製ホワイトソース、うますぎ。サラダもついていて、ハンバーグの下にはスパゲッティも。全部美味しすぎました。そしておかわり無料のライス食べすぎた。お腹いっぱい。ごちそうさまでした。ご視聴ありがとうございました。主に上田市周辺の情報をこれからも発信していきます。チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。それではまたねー。